皆さんこんにちは。公認会計士の小林修司です。本日は少しスーツを着てるんですけれども、監査法人の時にですね、入社研修で教えられたこうネクタイについてお話をしてみたいと思います。私がですね、暑さ監査法人にいたんですけれども、入社した時にですね、マナー研修があったんですけれども、そこで、そのマナー講師の方が、男性の方だったんですけれども、こう、ま、いろいろ服装とかね、名刺交換とか、いろいろマナー研修があったんですが、その時にですね、ネクタイについて、アドバイスがあったんですね。もちろんそのネクタイの色っていうのもあるんですけれども、もちろん柄もね、あんまり派手なのダメだとかいろいろそういうのはあるんですけれども、ディンプルっていうのを教えてもらいました。ディンプルってわかりますかね？今ちょっと私もやってるんですけれども、このくぼみ、エクボと言ったりもしますけれども、このくぼみを作る。これをマナー研修の時に、やってくださいというふうに言われたんですね。10年前ですかね、私は監査法人にいたのが。で、最近になって、なんでこんなディンプルなんてことをね、マナー研修で言ったのかなっていうのが、ちょっと、分かったので、それについてちょっと動画にしてみました。私がいたあずさ監査法人。今は KPMG あずさ監査法人というふうになってますけれども、私がいたあずさ監査法人なんですけれども、ちょうど合併を繰り返した直後だったんですね。どこの法人と合併したのかというと、もともとあずさという監査法人があって、言論事件とかでこう、話題になったアーサー・アンダーセンという、外資系の監査法人があります。そこはこう、朝日監査法人と言ったりもしますけれども、その朝日監査法人とあずさ監査法人が合併して、今のあずさ監査法人になってるんですが、その朝日監査法人のいわゆるメンバーファームというものがアーサー・アンダーセンだったんですね。このアーサー・アンダーセンというものはアメリカの方でかなり大きい会計事務所でとても有名なとこなんですね。なんでここのネクタイの話につながるかというとこなんですけれども、書籍でですね、帳簿の世界史というものがあります。ちょっと分厚い本なんですけれども、帳簿から見た世界史というものを書いてあるんですが、その中にですね、このアーサー・アンダーセンの話が出てくるんですね。ちょっとそこを要約してみたんですけれども、このアーサー・アンダーセンという人物の方がいらっしゃったんですね。で、この方は、その会計士は、その財務報告の公平性を保つために、判断と行動に絶対的な独立性を確保しなければならないと。そして、その会計の思想としては、誠実に考え、誠実に行動することということをモットーにして会計事務所を起こしたそうなんですね。そして、こう雇う人なんですけれども、一流の大学から採用するんじゃなくて、こう中西部の勤勉な学生を雇って、訓練、教育して、育てていこうと。そういう、考えだったようなんですね。そしてその研修生ですね。研修制度。これはとても厳しいものだったらしいんですけれども、当然会計の知識からネクタイの結び方まで厳しく仕込まれて、全国に散らばっていったというふうにこの書籍では書いてあるんですね。そしてこうどこの出身であっても、見事なまでに同じ規範と能力と忠誠心、さらには服装まで身につけていたと。時にはこうアンドロイドと揶揄されていたと、こういうふうにこの本に書いてあるんですね。なるほどと、ここにこうネクタイってのが出てくるんですね。このアーサー・アンダーセンという方は、このネクタイの結び方、服装まできっちり揃えるというか、こういう風にしなさいというようなことで、このネクタイの結び方まで指導したという風に、この本で紹介されていたんですね。最近この本を読んで、ここにネクタイが出てくるんだなっていうので、ちょっと当時のことを思い出しました。当時のあずさ監査法人の研修でも、そのマナー講師の方が、アメリカの監査法人だと、そのネクタイのディンプルがないと、こう事務所に入れてくれないと。それぐらい、厳しい服装まで厳しくしてるんだというふうにマナーで教わりました。今思うと、その朝日監査法人時代の系列を流れるところを知ってるマナー講師の研修の方だったのかなというふうに思うんですけれども、ネクタイまでしっかりしなさいというところでマナーで教えられました。まだ、当時はそのネクタイなんて、締めてればいいんじゃない程度だったんですけれども、研修でそのディンプルを作って、クライアント先に訪問してくださいっていうふうなマナーだったので、そのマナー研修の帰りに、友人とね、こう、
見せ合いながらどうやってディンプル作るんだみたいな感じで、喫茶店で結び方を勉強してたのを思い出します。まあ、このネクタイこう一つ取ってみますとね、まあ、その研修を受けてから他の人はちょっとどういうふうに思ってるかわからないんですが、クライアント先に訪問して、そのクライアント先はこうネクタイにこだわりがあるのかなっていうのが少しわかるようになったりします。あとですね、こう広告代理店のまあ、クライアントもあったんですけれども、その広告代理店のクライアントの方は、こうやっぱり、ディンプル。まあ今はこういう真ん中にエクボがありますけれども、まあもっと違うパターンのディンプルとか、あとはこのポケットにチーフを刺したりとか、そういったようないろんなおしゃれをしているのがこう目につくようになりました。あとは独立してからですね、いわゆるその外資系の保険の営業の方ですよね。まあそういう方はやっぱりこう、皆さんこうポケットチーフとか、あとネクタイもこうディンプルしっかりして、服装をビシッと決めてるなっていうのが目につきます。最近はこうスーツをあえて着ないでね、私服でやるようなスタイルも出てきてるんですけれども、まだ監査法人だとスーツで監査をするっていうケースが多いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、もちろんね、こう TPO でね、相手側がラフな格好で来てもいいですよっていうようなところであれば、こちら側もねラフな格好で行ったりすることもありますけれども、まだまだスーツ文化は残っているなという業界であります。まあ、実際ね、こう早く私もネクタイ、まあ、嫌いじゃないんですけど、やっぱりこうちょっと面倒くさいところがあるので、早くこう私服でできるような監査の文化になればいいなというふうには個人的には思っておりますけれども、まあ、この先どうなるか楽しみではあります。そういったことでですね、本日はネクタイについてということでお話をさせていただきました。監査法人によってはそこまで、まあ、長研修でやらないところもあると思いますけれども、私がいたあずさ監査法人では、まあ、このネクタイの締め方、ディンプルまで教わったということで、本日は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは公認会計士試験に関する情報や、公認会計士として思ったこと、感じたことを発信していきたいと思っております。動画の内容が役に立った、ためになったと思う方は、ぜひいいねボタンを押していただけると助かります。またチャンネルを応援していただける方は、ぜひチャンネル登録をしていただけると動画作成の励みになりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。